はい、皆さんおはようございます。今日も大阪市北区ジャスナ農園さんにやってきております。さあ屋上栽培、秋になりました。さあこれから秋冬野菜を育てて、いきますけども、25度前後、もう涼しくなってまいりましたけども、だんだん太陽のエネルギーが弱くなってまいります。この太陽のエネルギーがまだ あるうちに、葉っぱを大きく育てる、これがポイントなんですね。葉を大きく育てて、今のうちに苗を植えて、種芋を植えて、種を植えて、しっかり根付かせていきましょう。ブロッコリーと茎ブロッコリー、11月下旬から12月頃の収穫を目指して苗を植えます。根付かせて大きな葉を育てることと防虫対策が当面大切なことになってきます。防虫ネットをかけてこまめにチェックしながら育てていきます。はい、ということで、まずはこちらに、ブロッコリーと茎ブロッコリーの苗を植えてまいりましょう。はい、元肥でございますね。コップ半分ずつぐらいで、この穴をまず掘って、この穴の底に半分ずつ入れて、そしてこの元肥をまず混ぜます。はい、元肥を底に穴を掘って混ぜます。そしてこの植え穴のところに苗を植えていきましょう。苗をね、取りに参りましょう。よいしょ。はい、今回植えますのはこちらの茎ブロッコリーですね。フレッシュブーケと書いてありますね。そして、こちらのブロッコリー、はい、茎ブロッコリーとブロッコリーちょっと違いますけどもね、こちらを植えていきましょう。はい、ちょっと乾燥していてあれですけど、植え穴を掘って、そして、はい、ここにポンと植えていきます。そしてこちらがブロッコリーの方ですね。はい、ブロッコリーをじゃがいも、冬に向けて育てる種芋を植えます。芽を残しながら芋を切って草木灰をつけて乾燥させる方法もあるんですが、今日はそのまま植えましょう。10日ほどで芽が出てきます。土寄せをしながら育てていきましょう。さあ今度はこちらの畝、このトマト植えてた畝をちょっと寝かしております。ここに元肥をまずね、このコップ1杯を一畝にこう混ぜて、そして軽くこの土の中に埋め込んでいきます。この表面にね、肥料が出ると虫とかが寄ってきますので、できるだけ土の中で、肥料をね、埋め込んでやるといいことですね。さあそして種芋を植えていきます。この 1,2,3,3つぐらいで植えていきましょう。種芋を、はい、じゃがいもでございますね。はい、これと、丸と長いのと、まあ、いろんな種類がありますけども、これでいきましょうか。はい、さあおじゃがをですね、種芋を植えていきます。切り口に、草木灰をつけて、まあ、植えていくやり方もあるんですけども、今回はもう丸ごと植えちゃいましょう。はい、ね、はい、向き、なんかね、あったりしますけども気にせず植えていきます。この芽をね、下向きにした方が力強くなるとか、いろんな方法があるらしいですけども、はい、ちょっとね、こう離しながら、はい、種芋を植えていきます。はい、そして土をかぶせていって、土寄せとかをしながら育てていくわけでございますけども、今回は種芋を植えました。どんな感じになるんでしょうか、楽しみです。大根、カブ、人参の種まき、根菜類など土の中の収穫を楽しむ野菜の種まきをします。細かな種などで気をつけながら慎重にまきます。大根は点まき、カブ、人参は筋まきで育てていきます。さあそしてこの畝に、
はい、カブと大根と人参の種を撒いていきますけども、元肥をね、混ぜ込んでいきましょう。はい、このコップ一杯大体こう透明ぐらいで。ああ、この肥料いい匂いしますね。はい、栄養がたっぷりの匂いがします。そして、この土の中に混ぜ込んでやります。こんなね、いい匂いがしたらね、虫とか寄ってきますからね。はい。全面をまっすぐ整えて、でここに、種をまいていくわけでございますけども、まずは株からいきましょう。コンベニ丸株キラリと書いてありますね。小さな種などで本当に落とさないようにね、気をつけてください。やっぱり油菜かなっていう感じの種ですね。それではこう筋巻きしていきましょう。こういう感じですね。はい、株ですからね。こんな感じ、これをね、間引きながらね、大きく育てていくということです。あんまりたくさん巻くとね、株だらけになっちゃいますからね。こんな感じでいきましょう。株です。はい、続きまして大根の種をまいていきましょう。大根三太郎、はい、どんな種でしょう。ちょっと見てみましょう。はい、はい、さっきの株よりちょっと大きい感じですけども、これも落とさないように気をつけてください。1,2,3 ぐらいでいきましょう。はい、1つ、2つ、3つ、はい、大根、ね、これが貝割れ大根となり、そして大きな大根となってくる。こんな、ね、大きな根に育ってくるんでしょうね。楽しみですね。はい、そしてこれこちら人参の種ですね。恋心、ちょっと恋心こんな感じで種大きめなんですね。はい、この種を筋巻きしてまいりましょう。株と同じようですね。要領でいきましょう。はい、ちょっと大きめですね。あ、ペレットだから巻きやすいって書いてありますね。こう加工してあるんですね。人参というのは結構ね、水分がないと発芽率が悪かったりしますから、ちょっと難しかったりしますので、このぐらいのね、加工してある巻きやすい種があるということですね。お馬さんが大好きな人参でございます。もうカロテンがたっぷりですよ、人参。そしてこうカロテンで、さあ楽しみですね。